今回のミュータント TV は、私の声が結構ですよね。要は、そうそう、ちっちゃいから。声がちっちゃいからっていう。声がちっちゃいから。今日はバーベキューするの？外で。今日はキャンプに来てますね。キャンプいいね。ちょっと夜仕事だからさ。土曜だって。で、帰ってこれんならいい。土曜だってどうか。伊達に来てますね。伊達、3時間住んでこっち。伊達の何？キャンプ場？伊達のね、シークレットベースがあるんですよ、私。ビーチですよ。え？シークレットビーチ。今何、どこ向かってんの？ちょっとした、土産物。土産物？あ、ここ、何、着いたの？ちょっと待ってくださいね。シークレットベースなんで。着いたの？大丈夫？で、いくらよ、これ。それで。あ、590円です。安っ！安っ！600円来てます。なんで注文したら届けてくれるんで、気になる方はちらっとメールを。600円切ってて何届けてくれるの？なので、ドアトゥードアでしょうね。買いに行かなくても。あ、お弁当店。お弁当のチムチムっていうところの、お弁当ちょっと葉っぱらってきたんで。チムチム。はい、チムチム。お弁当のチムチム。正式名称は違うんですけど、カタカナでチムチムで検索したら出てくるお弁当。バンドライブのイベント MC みたいな。聞けよ。こっちがいい匂いで痛いから、めちゃめちゃいい匂い。しゃべる。今日はね、ちょっとここで作戦会議を改めてしようと思ってね。どこ？チャーハンを頼んだらラーメンについてる。来たよ。来たし、もう、クローズって書いてるけど大丈夫。僕に瞬間怒ってしまった。母さん今、すごい、怒ってる。大丈夫。結構、本当に大丈夫。ちょっとこれは、直樹さん。俺困った時は助けられる。じゃあね、裏から行く。俺行くの俺でね。車内で笑ってんじゃないよ、ロビー。え？俺、これ、雨降ってながらね、これ、外。よく見えないけど。あ、店長。どうもどうも。いいですか？取材。いやー、最近はね、あ、そうなんですか？ボーリングですか？早くね、そう店本当に閉めてるから。本当にダメなのよ、ロビーだけは。車はどうですか？え？趣味の車はどうですか？いや、そうなんですよね。ダメなのよ。一回も話したことない、車の話。じゃあもう、帰って。すぐ帰って。ね。あ、そうなんですね。取材とかね。色までは聞かないので。もうやってないから。大丈夫。ナンバーは聞かないし。ナンバーは聞かないし。趣味の車の話してどうすんの？なんで俺に、なるほど。ちょっと、おい、俺にモザイクかかってるから。本当に、去年、店長、時間、店長、俺にモザイクかかってる。撮らせていただいた分は、ロビー、今俺にモザイクがかかってるから、俺に、モザイク、ああ、潔くね、戦略的撤退というか、あ、いいと思いますよ。絶対それがいいと思う。じゃあ、失礼します。ありがとうございます。何でもやってみればいいの？野菜も美味しいのってなるから。30秒前まで全カットするから大丈夫。30秒も?30 秒も安心して。メッセージってどうやってやるんですか？これ、僕の分身の PR マスコットなんで。それでちょっと繋いで。今、全モザイクだからね。分身かどうかわかんないから。僕でしょ？ちょっとやめて。そうっすね。何やってんの？今、待ちですね。ちなみに。俺。店長に確認してもらってます。俺、今の繋げる自信ねえな。おう！撮ってんの？これ、まあ、一応ね。はい、え、グリーンカレーめっちゃ辛いですか？カレー結構辛いです。何一番出てます？一番出てるのはパッタイとかパオライス。あとカレー類だと思います。クラフトコーラで。あ、もう動産食材のグリーンカレー。それ僕あのコーヒーの。あ、水出しあるじゃん。ほら、ほら、いや、視野狭いって。かぶって食うなって。視野狭い。かぶって食うなって。
浮かれポンチ。浮かれポンチ。浮かれポンチ。お酒にレモングラス。ありがとうございます。こちらたまにもそうです。ですか？うん。はい。うまっ！うまいですね。うわ、飲みやすっ。いいね、親子でやってるお店だね。おいしそう。そういうバンドがあったね。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。私は写真を撮ってます。素材はね、待ってくれ。うまいね。もうね、こういうお料理食べ慣れてなさすぎてね、何も言えないけど美味しいです。そんなハッピーなことはないですか。どうぞ。どうですか、オークションとしては。生ハムマギ歌も知らないんだよね。歌も風林火山だね、やっぱり作戦は。いや、おいしい。井戸端にちょうど良いわね。そうだね。おデート。おしゃれだし。うん、なんか味覚の探求心が強いカップルはちょうどいい。美味しいです。美味しいです、ね。ちなみにこれなん？ヤムウンセン。タイルクに結構メジャーなもん。やっぱりメジャーを始めちゃった。タイ行かなきゃね。ヤムウンセン。これ酸味がついてるのはピクルスっぽい感じが勝手にするんですけど。酸味が立ってるのは、はい、これナンプラーとあとライムジェルですね。そうなんだ。大丈夫かな。何か。こんなにおしゃれな絵。いや、浮いてるよ。取るもんじゃないでしょ。だって、T シャツ合ってないじゃん。ふざけんな。H&M でも謝れよ。いや、利権に巻かれてる。T シャツが浮いてる。センスが利権に巻かれてる。聞いたことないと T シャツは。飯食ってて T シャツが浮いてる。サイレではあるよ。確かに着こなしは。着こなしは認めるよ。本当に。肩幅があって。もういなくなっちゃった。忙しいね。内輪もめが、すいません。僕にしよう。なんか決め台詞あるんですか？シャウト系の。ガパオも言えねえわ。どう？あ、まあ、おいしい。バカうまし。いや、いい。バカうまし。これはいける。あ、ちょっと手加減しました。いや、してないですよ。気使った。めちゃめちゃうまい。おことか、ここに。ココイチ、飲食から変わったりするんですか？冬とか、旬のものを。個人の。うまい。うまい。普通にちょっとガッツキタイム入る。モグティー。メスティー、メスティー。シーって言って、これでこの値段だったらめちゃめちゃ安いじゃん。ちょっと待って、場所、やばいかも。オス。おしゃれ。緑コーラで撃退するつもり。いや、めちゃめちゃ美味しゅうございました。いや、美味しかったですね。バカうまでしたね。なんかすごい、なんだろう、辛いけどまろやかでもあったから。はいはい。え、入ってる。どういうこと、どういうこと。喫茶店に、ちょっと休んでません。どんてん。いや、あ、コーヒーは頭痛くなってきた。低血圧。次回。これはやばい。あ、うまっ。なるほど。じゃあ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。